おはようございます。宿がね、噛みすぎたんでもう昼ぐらいです。わあ、犬も2匹いて猫も1匹、完璧な宿です。で、我々はね、今からかねてより言っていた滝の温泉に行くんですが、もう名前を今忘れました。フィルデルパライソみたいな名前ですよね。フィンカデルパライソ。フィンカデルパライソ一生覚えらんね。じゃあね、まあ行き方とかね、日本で全然有名じゃないんで、日本人のブログがほとんどないということで適当に行きたいと思います。じゃあ行ってきます。このリオデルセの街はね、トゥクトゥクとかも走ってて結構東南アジア感が強いです。観光客はね、あんまいない感じですかね。日本人で来てる人はね、なかなかいないんじゃないでしょうか。チキンハンバーガーのね、チェーン店みたいなのがあったんで、ここで食べます。なんか割と安めだと思いますね。やっぱ地方都市に来るとね、物価はちょっと落ちますが、やっぱり物価はね、昔来た時と比べて上昇してるのが分かります。ハンバーガーとね、チキン頼みました。あ、めちゃめちゃ普通にうまそう。で、これが15ケッタで、これが10ケッタでした。いただきます。めっちゃうまい、揚げたてよ。うまっ、チキンサクサクで、なんか中はチキンナゲットみたいな感じ。別にその、唐揚げみたいにね、揚げたチキンが入ってんじゃなくて、あのほぐしたチキンみたいなやつがもう一回揚がってる、うまい。味はシンプルにね、マヨネーズ、ケチャップなんだけど、中にね、トマトとか入ってるから、かなりバーガー感って美味しいです。ん、唐揚げですけど、なんだ、唐揚げも食べます。あ、うまっ、うまっ、砂肝だ。うん、どうぞ。どうぞ。うん、砂肝だ。すごい、あっこい、これ12個ぐらい入って、多分180円とか、安すぎる。うまっ。バス見っけたんでね、トレイン乗ります。なんか急いでるらしいっす。ささっと乗りますわ。で、まだ俺は食べかけの砂肝があります。これを早く食べます。おお、俺ここ完全に3人シートに5人座ってる。やばここはまあ定員通りじゃん。行ってきます。多分 2,30 分。やばすぎ、足出てっからマジで。バンに乗ってるんですけど、完全にドアを開けたまま走行してます。すごすぎる。なんだこれ、なんでどうなってるかっていうと、こういう感じ。ありえないぐらいね、多分ね、30人以上乗ってんじゃないかな。やばすぎ。なんか流れでね、席がなくなりました。で、今ね、こうやって外に出されてます。止まった。バス降ろされたね、目の前にこの小屋があって、これが受付でした。で、1人当たりね、だいたい20ケツあるでした。まあちょっとネットの記事で値上がりしてますよね。まあ全部どこもそうなんでしょうがないっす。じゃあ、早速秘境の温泉に入っていこうと思います。楽しみ。これ秘境だな、完全秘境っすね。最高。冷やした秘境の温泉、滝になってるけど本当に温泉なのかっていうね。でもちろんね、観光客が一応いるんですが、アジア人らしき人たちは見受けられません。まあ、あんま有名じゃないからな、そもそも。しかもグアテマラの奥州だし。わあ、楽しみだな、久しぶりの温泉。修士さん曰くあったかくないです。入ります。あー、普通に冷たいな。めちゃめちゃ水風呂じゃん。どうですか。あったかあったか。嘘、突然本当に？ああ、めっちゃあったかいじゃなくて、あ、ほっとこ、ほっとこい。すげえ、この辺めっちゃあったかくなってるし、なんかめっちゃ硫黄の匂いしません？すごい。さあ、メイン入ります。あ、まだ全然冷たい、全然冷たいな。まだ全然ですね、この辺は。あったかい、すげえ、たまに来る。なんか、あったかい、すげえ。あ、全然冷たい。あれ、あったかい、なんで、なにこれ。お湯、これあったかいっすかね。あったけ、熱っ。なんか鍾乳洞みたいになってるもんな。すげえ、あったけ、あった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 、あったかい。あーすげえ、あったけ、最高。めっちゃ温泉、最高すぎる。温泉だ、めっちゃ温泉。うわすごい、45度ぐらいかな。あったけ、45度ぐらいですね、多分。あったけ、マジで。最高すぎる、温泉だ。めっちゃ気持ちいいやん。めっちゃ気持ちいい。最高すぎる。サウナどこっすか。こんないいなら、サウナないと。何この、どこサウナ。こんなとこから流れてるのが、これ全部温泉、やばいね。
やばいっすね、マジで。これは興奮するな。めちゃくちゃいいわ。結構 AU なぐらいの温度が流れてきてる。そうですね。日本人からしたらちょうどいいけど、多分ね、外国人がびっくりしてたんで、多分誰もやってないですね、これ。みんななんかクレイジーみたいな感じ。すげえ、最高すぎるな。これすげえ、マジで。あったけ。何これ、特殊体験。最高すぎるな。マジ最高やな。マジ最高。ここグアテマラの位置かもしれない。グアテマラのベストスポットかな。認定します。最高すぎる。あれどうやって行ったんやろな。多分、え、あそこどうやって行ったんだろう。手立てられてるもんな。天才じゃないですか。修二さんがね、ここに登るらしいんで取っときます。ドイツ人のね、優しいお兄ちゃんが一緒についてきてくれます。彼が登ってて、ね、最初に登り方を教えてくれると。レベル高っ。レベル高すぎる。気をつけてくださいね。一通り滝行もしたんでね、この上の部分、温泉が湧き出てる部分に行こうと思います。で、この激しいロードを通ります。もう修二さん行っちゃいました。じゃあ行きます。中南米ってさ、ヘラクレスオオカブトがいるわけですよ。だからね、いつか見たいんだよね、絶対に。捕まえたいけど、今回ちょっとね、時間がなくてグアテマラは無理なんで、南米のどっかで捕まえられればなと思ってますけどね。それも厳しいかな。なかなかいるもんじゃないし、多分夜に行動しなきゃいけないし、ジャングルの口入るとね、変な虫に刺されるんで、それだけはちょっと勘弁って感じですね。さあ、そうこう言ってる間に温泉の元に着きそうですよ。ほれー、おー、全然何があるんだかわからん。これ温泉の元っすね。あったかいっすか。暑い。やっぱここ暑いんだ。すげー綺麗。めっちゃ岩の匂いする。まあ、バカな大学生だとね、多分ここからね、飛び降りたりするんですけど、我々は大人なのでやりません。危ないので。あ、シュウジさんやろうとしてる。シュウジさんがサンダルなくしました。やばすぎる。遠い。ここでサンダルなくすのはまずい。家が遠い。さすがに家遠いな。でも起きそうだからさすがに見つかりそうっすけどね。いや、見つかると思うねんけどな。こっちに一応こっちがもういいか。溺れる。うわっ、危ねえ。びっくりした。こっちが深くなったら溺れるかと思ったぜ。俺が泳げなかったら死んでいたさ。危ない。とりあえずね、カメラ切ってサンダル探します。ここはね、最高でした。じゃあサンダル見つけちゃいます。じゃあ、いや、名前忘れましたが、温泉最高でした。で、修二さんはね、さっき言った通り靴なくしたんで、もう今裸足で歩いてます。マジで痛い。成人男性が裸足で歩くのクソおもろい。痛いね。ずっと痛そう。いやー、名探偵コナンをね、全部見てる、さらにね、ナミビ砂漠で携帯を見つけた俺ですら、今回サンダルを探すことは不可能でした。それぐらいに厳しいミッションでしたね。じゃあ修二さんね、足痛そうなんでゆっくり帰ります。リオドルセ帰ってきました。で、スーパー寄ってね、今日の夜飯の調達とエナドリ買ったんで飲みます。もう今日一日飲んでないからね。いただきます。うまい、うまいね。エナドリの味する、めっちゃエナジーって感じ。まあ、帰って飯作って風呂入って編集みたいな感じになるかな多分。うん、いや最高の一日ですね今日。最高、ほんまに最高。靴なくしたけど。マジでそれだけはやばいですね。宿帰ってきました。よし。よし。よしよし。よしよしよし。よし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 。2匹いる。ありがとうございます。この宿には猫ちゃんもいます。かわいいね。えい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 。で、多分爪とくのかな？とがない。爪はとがないの。この辺だろ、かゆいの。ね。夜飯はね、当然のごとく自炊です。ひき肉焼いてトルティーヤにチーズと挟んで食います。
ギルティーバーガーみたいなのを作ります。いやー腹減った、とっとと食います。1人当たり180円ぐらいの雑魚飯できました。カリカリに焼いたひき肉とチーズで、それをトルティーヤで挟んで食っただけです。もうこれだけでいい、早いし安いしうまい。じゃあいただきます。めちゃめちゃ雑魚そうな飯だけど超うまそう。うまそうやね、マジで。ハンバーグの匂い、ハンバーガー、材料ハンバーガーで一緒なんだよ基本。ハンバーガーでいきます。いただきます。うまい、ハンバーガーや、ハンバーガーやん、すごっ。これでそれ作れちゃうんや、安いしな、感動。そう、完璧ですね、俺配分が、うん、塩コショウと焼き方が完璧ついて、うん、ハンバーガーすぎるな、ハンバーガークオリティが高い、うん、うまっ。コーラないですけど、エナドリがもう一本あるんで飲みます。さっき一本飲んだんだけどね。いただきます。はい、うますぎー。ただコーラみたいなパンチはない。せやな、うん、ただのエナドリ。油にはコーラやね、うん、うん、まっ。まあ本当はね、贅沢言っちゃいけないですけど、贅沢言ったらコーラじゃなくてルートビアがいいけどね。明日はね、また移動日です。グアテマラ国内にまた移動なんですけど、まあ大体4時間ぐらいですよね、多分。そうやな、5、6時間ないと思う。うん、まあそんぐらいしかかかんないんで、全然すぐです。ということで、また移動日ですよ。いや、今日音声マジ良かった。終了。